政府電子攻撃機開発へ中ロに対抗というね、安全保障のに関する話題、後半深入りまいりましょう。これはですね、まあ、ようやくここまで、日本が世界の潮流に追いついてきたということが、私は一番の評価の点だと思ってるんです。兵器というのはですね、どん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 ハイテク化すればするほど、ハイテク化すればするほど脆弱性が増すんです、要はネットワークで全部つながってます、陸上兵器も航空機も、海上兵器も、艦艇も全部そのネットワークでつながってますから、そのネットワークが使えなくしてしまえば、もうこれは、要するに、何にもできなくなっちゃう、優秀な戦闘機も、地上からの誘導あるいは早期警戒管制機からの誘導がなければ、優位な位置で対空戦闘ができない。だから皆さんね、いくら素晴らしいスマホを持っていても、優秀なスマホを持っていても、いわゆる電波を発信する、根元立たれたらどうにもならないでしょ、これそれと同じなんです。だからそういう部分を、相手も同じ条件になってますから、そこを叩くんです。アメリカ軍の攻撃はまず敵のレーダーとか、あるいはこういうその電源、こういったところをですね、叩いていきます、無力化するんです、ようやく日本もね、それに段階にね、入ったということで、これなんかっていうのはですね、これはの C2 輸送機ですけどもね、これはあの情報収集機、電波情報の収集機なんでね、この電子攻撃機とは違います、これ、これが出たのはその電波の情報を収集するというものですけども、電波というのはね、それほど重要なんですよ、電波の情報というものがこっちがどんな電波を使っているのかということが相手に知られると、そこに妨害電波をかけられたら使えなくなっちゃうんですよ。だからいくら優秀な戦闘機を持っていても、こっちが発信する電波情報が全部取られてしまったら、だから冒頭で皆さんに見ていただいた韓国と日本がその周波数をどうだとか、そのお宅が使っているその電波ね、いわゆる情報をデータをこの開示するしないっていうのになっているのは大変なことなんです。これそこにつながるんですね。そうなんです。だからね、かつて、対艦航空機撃墜事件ってのがありましたね、あれ航空自衛隊のレーダーサイトがずっと傍受した、この情報を出すか出さないかっていうのは大変揉めたんです、で、これは大変なことだということで、日本は腹くくって出したんです、その後どうなったか、ソ連は全部文字列変えたり、自分たちがここまで日本に傍受された、されていたっていうので、さまざまな細工を加えて、全くその、今度傍受できないように、やっぱりしてるわけですよ。撃墜当初はソ連特区がずっと白を切ってたわけですよね。出しちゃった、日本はでもそれ全部探知してた、こういうことっていうのはありましてね、まあ本当そのいわゆる電子戦、これはね、極めて重要な、ことでございましてね、そもそもステルス機っていうのも、レーダーで見えない飛行機なんですよ、飛んでたら見えますよ、肉眼は見えるんですよ、レーダーで見えないからステルス機って言ってるんです、あれは。それは忍者だから、そのだからってことは、そのステルス機を見破るためには、ステルス機を見破るレーダーを作ればいいんです、そしたらこれステルス機があったって、別に何ともない、何ともないような話になるんですよ。ですよね、でこういうね、ある意味では、軍事技術っていうのは相手を超え、またその相手が優秀なものを作ればそれを今度、超えていくようなものをこう、ずっと作り合っていく、技術革新のね、だからまあ、北朝鮮が持っているアントノフ2型っていうね、第二次世界大戦の時にソ連軍が開発した
布張りのね服用機があるんですよ、はい、これあのスピードって新幹線ぐらいのスピードでね、はい、高いとこ飛べないんで低空飛ぶんですけどねなかなかレーダーに映りにくいってあのねこういうのもねありましてね、だからまあこの電子戦っていうのはね、まあ、あのそれはあくまでねあの戦略に使い方によってはね使い方によっては有効に、何の脅威にならないということはないですからね、本当に、藤井さんこのニュースは朗報と見てよろしいでしょうね、この電子攻撃開発へ一歩日本前進と、もっとやんなきゃいけないです ね、うん、ですね、やっぱり最先端の、ね、はい、研究を常にしてな いかないとダメですよね、そのためにもやっぱ予算をね、うん、はい、ありがとうございました。